鮮度抜群、毎日 IT パパニュース。こんにちは。この番組はクスッと笑える IT ニュースをテーマに、身近にある IT をもっと身近に感じてもらおうという番組です。お相手は都内の IT 企業に勤めるサラリーマン DJ パパ丸山です。小学生の娘2人、ボイミとシーコもパーソナリティとして活躍中。この配信はボイシーだけではなく、マルチプラットフォームで配信中。 Spotify、Apple Podcast の方、こんにちは、そちらでも聞けます。さらにパパニュースプレミアムということで、パパっ子を募集しております。月額200円でここでしか聞けない配信、ここでしか聞けないイベントを開催しておりますので、ぜひパパっ子になってみませんか。さあ、本日はおしゃれ家電から新しいスマホが、そして楽天に新しい販売チャンネルが、そしてライブアワーでの新企画を企画しましたので、そちらをお届けしていきたいと思います。それでは参りましょう。 IT ニュースをローンチします。まず最初はスマホのニュースです。おしゃれ家電バルミューダがスマートフォンに進出です。バルミューダ初のスマートフォン、バルミューダフォンが発表されました。 4.9 型ディスプレイという小型サイズ、さらに直線がない丸みを帯びたボディ、さらに独自のホーム画面、アプリを特徴としています。バルミューダが販売するモデルは104,800円、ソフトバンクが発売するモデルは143,280円とのことです。 OS は Android になります。ただホーム画面、スケジュール、メモ、電卓、時計、カメラアプリをバルミューダ自社で開発しているそうです。まあ、そのため開発費が結構かかったんでしょうね。そこがスマホの全体の値段にも影響しているんではないかなと思います。ただ間違いなくおしゃれです。おしゃれと言うしかありません。おしゃれとおしゃれってね。続いてはそのスマホで見る動画の新しいサービス、楽天市場でライブ動画配信が可能に。あの楽天市場でライブ動画配信機能の本格提供が11月15日に始まりました。出店店舗は各店舗ページで最大90分間のライブ動画配信が可能になります。文章や写真では伝えきれなかった商品の特徴や魅力を動画で訴求できるようになります。ユーザーはスマートフォンやパソコンから配信動画を視聴し、リアルタイムでコメントや商品に関する質問を投稿できます。これ先日中国の独身の日で、まあ、ものすごい経済効果あるんですけども、あそこに日本企業が参戦するって言って参戦した方法の一つがこのライブ動画配信でしたね。ですからこの、まあ、ネット通販とテレビショッピングの間みたいな形で、これ新しい販売チャンネルになりそうですね。動画だとやはり直接質問したりできますし、その場で値下げするみたいなライブ感もあってね、エンターテイメントとして成立してそうですよね。だから買った方もかーいいもの買ったーって思えるんでしょうね。新企画、子供へ伝えたい SE のここが楽しい。というわけで、またもやですね、ライブアワー新企画投入していきたいと思います。これきっかけはですね、ボイシーパーソナリティを目指す人というタイトルで活動されている天論さんという方とコラボすることになりました。それがですね、11月17日水曜日22時からライブアワーでコラボします。で、天論さんが SE なんですね。で、私と、ね、年代もほぼ一緒で、音声発信やりたいっていうのもほぼ一緒ということで、コラボしようと思った時に、二人でどんなテーマがいいかなと思って、やはり共通の話題、これ IT にしようというところで、今回ですね、この新しい企画が、子供たちへ伝えたい SE のここが楽しい、これをテーマにしていきたいと思います。いや、というのもですね、なんか IT 業界っていうと、もうイコールブラックみたいな感じで、もうなんか家に帰れないんでしょとか、残業代出ないんでしょとか、なんかそういうイメージがね、すごくつきまとうんですよね。ただ一方で、今プログラミング教育、ね、とかで、まあ、子供たちもプログラミングをやるような時代になってきました。じゃあ、あとはですよ、この人手不足と言われている IT 業界にどれだけ子供のみならずですね、今の仕事を探している方々に来てもらうかっていうのは大事だと思います。そこでですね、なんかこうブラックな部分だけじゃなくて、ここが楽しい、ここがやりがいっていうところをね、お伝えしていきたいなと思っております。まあ、今回のね、ちょうど
最新のニュースでもありましたけど、バルミューダがスマートフォンを作って、バルミューダのオリジナルのアプリみたいなのを作ってるわけです。でも絶対大変だろうなと思うわけなんですけど、一体あれどうやって作ってるのとかですね、ライブ配信を始めましたって楽天言うけど、あれ一体どうやって作ってるのみたいな、この実際にシステムってどうやって作ってるのかな、その中にどこに喜びがあるのかなっていう、このね、プラスのね、イメージっていうのを伝えていきたいと思ってます。まあ、ですからナビゲーターは私パパ丸山と天論さんという2人なんですけれども、これはね SE エンジニアの方々にも入っていただきたいですし、あと普段から疑問に思っているエンジニアじゃない人にもね、ぜひ聞いていただきたい。そしてこのね、もう座談会的な感じで、せっかくのライブアワーですから、あ、私もそれ楽しいことありました、ここがやりがいですみたいなエンジニアがいましたらですね、上がってもらって私と天論さんで話を聞くみたいなね、ことをねやっていきたいと思います。あ、もしこれを聞いていて、IT 業界の疑問がある IT 業界以外の方、ぜひコメントよろしくお願いします。そしてエンジニアの方、 SE の方、 IT 業界の方はですね、ここが楽しいっていうところをぜひですねコメントでいただきたい。もしくはですね、本日ですね11月17日22時のライブアワーに遊びに来ていただいて、もうそこでお便り書いていただく、もしくはですねもう上がっていただいて喋っていただくというね、ご準備をお願いできればと思います。そう、やっぱりね、プログラミング教育ばかり先行っちゃってるので、でもこれそもそも楽しいんだぜっていうところをね、この現役の、IT 業界の2人、パパ丸山と天狼さんで伝えていきたいなと思います。あ、私そうですね、やっぱり私はね、コールセンターのシステムのエンジニアもずっと長くやってきたので、私がやっぱりここが楽しいなっていう瞬間は、今日からコールセンターのシステムが新システムで動きますって言った日の1本目の電話がちゃんと鳴って、通話をガチャって終わった時はクーって思います。ジョン・カビラさん並みにクーって思います。あ、よかったなっていうね、すごく楽しいなっていう、そこがね思いますね。なんかすごい今までトラブルとかあったんですよ。うまく、あの障害系に切り替わらないとかね、いろんなトラブル乗り越えて一本目がなって終わった時っていうのはね、すごくこの達成感というのがありますね。まあ、最近ちょっと営業になっちゃったんで、それね味わえないのがちょっと残念なんですけど、そういったね、こう達成感、楽しさっていうのがあります。もうちょっと詳しくね、今日のあのイベントで話していきたいと思います。というわけで、新企画、ライブアワー新企画、子供たちへ伝えたい、SE のここが楽しい、こうご期待です。データセンター入るときって、セキュリティがめちゃめちゃ厳しいんですよ。金属ゲートみたいなのがね、あったりするんですよね。ポーン！え？何が引っかかったんだろう？あ、これですか？コーヒー沼で泥遊び。うわ、おい、コメント返し。さあ、というわけで、コメント返しのコーナーです。昨日、奇跡、レディオスターオーディション決勝進出の感謝と歓喜に、たくさんのお祝いのコメントいただきました。本当にありがとうございます。達也さん、おめでとうございます。優勝を目指して頑張ってください。もちろん全力で応援させていただきます。ありがとうございます。もう、行きますよ。行きたいと思います、優勝ね。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。バミューダさん、ファイナル進出、おめでとうございます。ありがとうございます、ロッキンボイス。イェイイェイイェイ。ファイナル進出、ありがとう。続いて、マリコさん。パパ、丸山さん。決勝進出、おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうべ聞けなかったので気になってました。興奮が伝わってきます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。普段ね、ああいうあんまり取って出ししないのでね、新鮮でした、私も。喜怒哀楽をね、もっと出していかないとダメですね。あ、十分出てる。はい、ありがとうございます。そして、ドラゴンさん。喜ばしい声が聞けて、元気をいただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。もう、ドラゴンさんのね、海外地元トークね、ぜひちょっとネタとして収集していきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして、オレッティさん。いや、ライバルだわ、これ。来たわ。まさにライブ感が伝わるライブ配信、おめでとうございます。とか言ってね。これ同じ決勝いるんですよ。うわ、怖いわ、怖いわ。頑張りましょう、オリエッテさんね。頑張りましょう。ありがとうございます。そして、親指マゾさん、おめでとう。ありがとうございます。すんごい、このアスキーアート。ちょっとぜひコメント欄見てください。ありがとうございます。
そして川口直樹さん、ファイナル進出おめでとうございます。早速ご当地情報ですが、調べると懐かしい情報が出てきて興奮しております。ほうほうほう。コミュニティ FM で検索してみると、車から流れてきたバンバンラジオ 86.9MHz に音楽活動していた頃の知り合いがラジオパーソナリティしているのを発見しました。びっくりです。それすごいですね。東京コトリキスのボルサリーの福島さん、元気にしてますか？聞いてるかな。あ、でこの場で言っても仕方ないんですが、ご当地パーソナリティさんって話題も意外と知ってる人が出てきて面白いかもしれません。いや、ありがとうございます。え、これちょっとボルサリーの福島さんゲストでお呼びしたいですね。ボルサリーの福島さん、パパマリアムです、よろしくお願いします。いや、これちょっと今考えてて、この後話しましょうか。はい。あ、そして和代さん、昨日はみんなで興奮しましたね、ドキドキしましたよね、ラッキーでしたよね。いや、そうなんですよ。だってボイミちゃんの生声が聞けなんだもん。あ、ついでにパパさんおめでとう。こらこらこらですよ、本当に。もうボイミの方がみんな待ってるんだから、もうジェラシーですよパパは。あ、オリエッティさん、オリエッティさんも決勝進出おめでとうございます。メガネめっちゃ可愛かった。オリエッティさん、ちょっとの和代さん、しかも今速報がありました。オリエッティさんのお気に入りのメガネは田中みな実モデルだそうです。はい、メモっといてください。こう出ますよ。はい、メモっといてくださいね。文字起こしもしといてください。はい、続いてゴーゴーマミーさん、おめでとうございます。祝祝祝、ありがとうございます。マミーさん、ありがとうございます。決勝頑張ります。ユキさん、パパさん、おめでとうございます。昨日聞き逃した前半のお話、子供たちを送り出してからゆっくり聞きました。ボイミちゃんピアノのレッスン、お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、アーカイブ残しといてよかったですね。あんなに興奮してると自分でも思わなかったです。ユキさん、ありがとうございます。続いて、笑顔がエイの裏側に似ているマーキーさん、パパさん、ファイナル進出おめでとうございます。ありがとうございます。生配信は途中で気づいたけど、ボイミちゃんの声とウキウキなパパさんの声が聞けてニヤニヤしました。ありがとうございます。これね、収録には残してないんですけど、実は収録のボタンを停止って押した後に、ボイミがね帰ってくるという、あれピアノのね、お迎えだったので、ボイミが帰ってくるというシーンありましたが、まあライブアワーならではのシーンもあったということで、お楽しみいただけてよかったです。続いて、ルルクミさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ルルクミさん、ありがとうございます。ルルクミさんも投票していただけたんでしょうか。ありがとうございます。ぜひ決勝でもね、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ルルクミさん、ありがとう。そしてリーちゃんさん、パパさん、おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。私も嬉しい。いや、嬉しいですよ。さあ、というわけで、あとはね、決勝に向けてね、いろいろちょっと番組の内容を考えていきたいと思うんですけれども、あれ多分5分なんですよね。いや、5分しかないのかなと思ってるんですが、今ゲスト呼べないかなと思ってます。うん、地元の方とか、そう、さっき言った有名パーソナリティの方をズームでつないで呼びたいんですけど、まずそもそも5分しかないのにゲスト呼んじゃって果たしてその方のためになるのかっていうね、いうのがちょっと心配なんですけども、まあこれ今回はエピソード0なんで、エピソード1の時にも必ずお呼びしますっていうことで、ちょっとダメ元でね、こんなのに付き合ってくれる方いるか分かりませんけど、ちょっとダメ元で、地元の方、イケメン、まあ主にイケメン中心で、声をかけつつ、その有名なパーソナリティの方いないかなっていうことで声かけてみたいと思います。もし今聞いてる中で、コミュニティ FM パーソナリティ知り合いですとか、地元の知り合いですって言った方、ちょっと教えてください。よろしくお願いします。というわけで本日もパパニュースに耳を傾けていただきありがとうございました。お相手は、サラリーマン DJ パパマリアムでした。明日へリブート。バイバイ。